はい、皆さんこんにちは。今回はですね、異端すぎる理論物理学者、野生国夫さんシリーズの第11回目で、こちらの八卦神道の破振りの真珠を授かった僕がなぜの本紹介の6回目ですね。前回やっとハトホルの秘技というものが出てきましたね。で、インギザの大ピラミッド、まあ、ハトホルの秘技をね、野生国夫さんがやったというところまでお話をしましたよね。まあちょっと簡単なおさらいをすると、まあ数学者でもあり、大統領愛義中絶の愛義を引き継いだ、まあこのね、木村達夫さんと安井邦夫さんの関係は4億5000万年前からの魂がつながりがあるというふうに思っている、この木村達夫さんの誘いに応じて、安井さんはこのエジプトのピラミッドに来た。で、単なる、エジプト観光ツアーではなくてですね、しっかりと目的を持ってるわけですね。目的持ってるというか、まあ、木村さんに誘われていくことになった時に、自分の趣味は何かと考えた時に、破振りの神事、ピラミッドの王の間で破振りの神事を行うと、このように八卦神道の破振りの神事をね、引き継ぐことになったわけなんですね。安井さんがね、一番最初のもろもろのことはね。で、その破振りの神事そのものも6000年前のエジプトのピラミッドの中で執り行われてたということなので、自分が行く意義は、ピラミッドの王の間でこれをやること、破振りの神事を行うことだと。で、そのためにはそのエッチさんっていうね、門弟の人と、巫女役としてね、姪っ子、この姪っ子さんとはですね、前世において、シリウス星系の、大型、宇宙母艦、まあ、UFO ですね、の中で、野生さんその時の、一番偉い人で、その有能な部下だったというね、前世においてね、ということまで、まあ一応ね、安江さんの解釈の中では、まあそういうことが行われてたという魂の、つながった姪っ子を、巫女役に引き連れて、読んだと。で、これら総勢10名で、行きましたと。で、ですね、で、破振りの神事行えたかっていうとですね、実は、ツアーの、トラブルによって、なんとエッチさんのね、寝食に着替える衣装がホテルに置いたまま、本当はホテルにスフィンクスを見た後にホテルに戻って、その寝食の格好してからピラミッドに向かうという予定だったんですけれども、ちょっとツアーのごたごたがあって、直接もうスフィンクス見たら、ピラミッドの中入んなくちゃいけないということになって、寝食の格好ができない。で、安井さんね、どうしたかっていうと、もう破振りの神事できないって諦めちゃったんですよね。やればいいのにっていうふうに思うわけなんですけど、まあそこはどういう事情かというか、まあ、ちゃんとした格好じゃないとできないということなんですかね。で、何をするか、単に観光に来たんじゃなくて、何かそのね、やらなくちゃいけないっていう使命感に駆られてたんで、で急遽思いついたのがですね、赤色花崗岩に魂を同化させようと。ピラミッドっていうのは赤色花崗岩の岩をくり抜いたものを積み上げてできたものだそうで、その王の間に入ったら、その花崗岩に魂を同化させて、出る時にその石に同化した、岩に同化した魂を一気に人間に戻して、その勢いに乗じて、自分の人間性っていうんですか、スピリチュアルな感性っていうんですかね、そういうものを一気に、上昇させようと、上昇させることができるんじゃないかという作戦を思いついて、エッチさんとメイコさんに、そのことを話した。で、入りましたと。王の間に、ピラミッドの中入って王の間に行きましたと。で、王の間自体はですね、なんか狭い部屋で暑苦しいし、湿気もムンムンで、あんまり居心地のいいところじゃないので、他のツアー客とかどん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 ね、もう少し入って出てっちゃって、まあ、結局残ったのはこの10名と、木村達夫、安江邦夫グループ10名と、あと、ね、女性2人が残ってたということなんですね。で、ね、安江邦夫さんの連れてきたエッチさん、メイコさんはね、安江邦夫さんに言われた通り、赤色花崗岩に、頬をつけたりとかね、頭つけたりとかして、魂に岩を同化させていると。で、その時に安江邦夫さんなんか妙案が浮かぶんですね。それは何かって言ったらですね、ハトホルの秘技をここでやろうという妙案が浮かぶわけですね。ハトホルの秘技は何かっていうと、マグダラのマリアによる、福音書というものをかつて読んだ時にですね、ハトホルの秘技をイエスと、マリア、マリアはこれお母さんのマリア様じゃなくてですね、マグダラのマリアと呼ばれる人で、この2人は、ね、エジプトのピラミッドの王の間でハトホルの秘技を受けたことにより、キリストとして覚醒したんだという情報を受け継いでです、知ってですね、それを実行しようと。で、ハトホルの秘技は何かっていうとですね、
まあ、ハトホルの秘義っていう割にはハトホルあまり出てこないんですけど、自分の魂と、まあ、このイエスとマリアでいうと、イエスの魂をマリアの魂に重ねることによって、成就するものだということですね。まあ、普通の人っていうか、まあ、一般の人はそれを聞いても何のこっちゃだかよく分かんないんですけども、安井邦夫さんはですね、愛機、愛の魂と書いて愛機というね、まあ、技を、使えるということで、まあ、一つのね、武術団体も武道団体も立ち上げてるわけですので、この愛機っていうのはですね、魂を愛で積むことによって相手を崩したり相手と調和させたりと、そういうことなんで、まあ、それはまあ、安井さんにとっては日常茶飯事なんで、これはもうハトホルの秘義できるということで、それを行った際にはですね、自分もキリストとして覚醒できるんじゃない、ないのかという期待がムクムクと湧き上がってきて、まさしくハトホルの秘義を行うわけですね。この場合だからマリア役としてですね、めいっ子さんの魂、ね、めいっ子さんは安井邦夫さんに言われて、赤色花崗岩に頑張って魂を同化させようと、しているところで、自分、安井さんはですね、自分の魂をめいっ子さんの、魂に覆いかぶせると。実際の行動じゃなくてですね、それは魂レベルの話なんで、まあ、いわゆる変なことにはなってないんですけれどもっていう話ですね。で、これちょっと、ね、話の進まにちょっと余談なんですけども、これマグダラのマリアによる福音書、こちらの本ですね。こちらの本、これは図書館で借りた本なんですよ。で、安井さんの本を見ると、マグダラのマリアによる福音書にハトホルの秘義が書いてあるって書いてあったんですけど、まあ、ちょっとこれ全部読んだわけじゃないというか、ペラペラっと1ページ1ページめくってぐらいの、確認でしかないんですけども、私もこのハトホルの秘義がね、どんなものなのか興味があったんで、本では確かにマグダラのマリアによる福音書にこちらのハトホルの秘義が詳しく書いてあって書いてあったんで、読んでみたというか眺めてみたんですけども、ハトホルの秘義を探してみたんですけど見つからないんですよね。ひょっとしたらこの本ではないのかもしれませんね。この本は本当にマグダラのマリアによる福音書の解説という感じで、このマグダラのマリアによる福音書って何なのかって言ったら、いわゆる司会文書と言われるものだと思うんですけども、ナグハマディ文書って言って、後にですね、新約聖書の、まあ、福音書ありますよね、マタイ、ルカ、ヨハネとかマルコ、それらの福音書だ、別の福音書は後にその、まあ、司会文書と言われる、だから死の海ですね、潮がいっぱいあってか浮かんじゃうっていう、あそこら辺りで、発見されたんでしょうね。それによる完全、そのマグダラ、あ、発見されたマグダラのマリアの福音書にの、解説本であって、ちょっとペラペラめくってみた段階ではですね、ハトホルの秘義なんて書いてないんですよね。でもよく考えてみれば、ちょっとね、おかしいというか、イエスは、エジプトの王の間で、30代頃に、ハトホルの秘義を受けてキリストとして覚醒したなんていうのは、ちょっとこれはもう本当にスピリチュアル系の話ですよね。ちゃんとした研究書にこのようなことが書いてあるともよく考えてみたら思えないで、今のところ見つけられないと。で、本当はね、図書館に借りたんじゃなくて、ちょっと手に入れたいと思ったんですけど、これ一応定価が2400円です。まあ、買える値段ではあったんですけども、今、Amazon で見てみたらもう1万何千とかなってるんで、まあ、しょうがない。図書館で借りて、見てみました。でも、まだね、全部読んでないんで、ひょっとしたら載ってるのかもしれないですけど、まあ、関心がある方は、ちょっとこちらの本を探して、本当にハトホルの秘義書いたのかな。今のところ私探し出してないんですけども。で、余談ついでにですね、シャーリー・マックレーンっていうね、アメリカの女優の人が書いた、アウト・オン・ア・リムというね、本があるんですけども、これはまあ、精神世界、スピリチュアル系の、まあ、古典的な名著と言われている本なんで、まあ、古典的な名著、まあ、古典的というか、まあ、名著だよと、かつて1980年代後半ぐらい、からそういうね、精神世界系の人々に熱心に読まれた本だという評判が聞いてたんで、昔その当時私は読んだんですけれども、全然ピンとこなかったんですけど、その中で、書かれてる一節で、唯一記憶に残ってるのは、イエスは30代の頃に、インドに渡ってヨガを学んでヨギになったと、それで覚醒したんだっていうことがこのアウト・オン・リムで書いてあったんですよね。まあ、だからまあ、そこのと、そのね、一番重要なその、イエス・キリストにとっての30歳頃っていうのは、まあ、謎なんですね。資料がない。
で、だからまあ言いたい放題ということはあると思うんですけども、多分このマグダラのマリアによる福音書はイエスとマリアは王の間でハトホルの悲劇を受けたってことは書いてないんじゃないかなって思うんですね。だから別の本での情報だと思うんですけれども、まあ余談、以上ですね。はい、というわけで、まあハトホルの悲劇をやったと。でその時にですね、そうですね、まだ前回の話の続きですね、安江さんがここで、めいっ子さんがここで、まあ、わずか50センチの隙間で、めいっ子さんはその岩に同化させ、魂を同化させたで、安江さんはハトホルの秘儀を行っていたところにですね、なんと邪魔者が入った、この、わずか50センチの間にですね、人がバーンと実は入ってきたと。でそれに、乱されてしまってですね、安江さんはですね、ハトホルの秘儀を中断せざるを得なくなってしまった。でその時誰が邪魔したかっていうと、木村達夫さんの同行者である F というね男性がなんと邪魔してたと。でその考えてみれば、この F っていう人はですね、 F はですね、安江さんとめいっ子さんで一緒に写真撮ってたら必ず入ってこようとしたりとかね、なんかそういう邪魔な行為をなんかたびたび、安江さんにとっては邪魔と思えるような行為をたびたびしてたってことをが思い出されてね、非常に腹立たしい、失敗してしまった、この F のせいで失敗してしまった、もう出るよって言って、安江さんは、めいっ子さんとエチさんを引き連れて王の間から出るということなんですね。でまあここから、やっと本題が始まりますね。11分経ってしまいましたけど、やっと、本題が始まって、今回の話になっていくわけですけども、つまりだから安江さんはですね、ハトホルの悲劇というものを行い、自分はキリストとして覚醒するんだという、ね、気持ちでやっていたのを、この F さんが、はい、途中で割り込んできた。で安江さんはこれはもう失敗したと思ってしまったんですよね。でもう怒り心頭で、あの F 一体何なんだっていうことですね。もう怒りまさに爆発しようとしてた。でそのピラミッドから、だからもう、ね、怒ったまま降りてきた時にですね、このちょうどだから I さん T さんって人もこの、10人と一緒にプラス12人で王の前に残ってたんですけど、この I さん T さんってこの2人連れの女性組がですね、そのピラミッドから出てくる時に互いにね、写真を撮り合ってたんで、安江さんは親切心で、じゃあお二人の写真、ピラミッドをバックにしたお二人の写真を、撮りますよと言ったんですね。で写真を撮って、写真を、こちらのね、愛さんの方にね、愛さんの方に返すときになぜかつまずいてですね、転んでしまったと。で、まあカメラは無事だったんですけども、その転んだときに打ちどころが悪かったのか、手首が腫れてしまって痛くなってしまったということなんですね。で、どうしようかなと。なんか結構ね、受け身は取れたんで、まあ愛機とかね、やってるわけですから、武術やってるわけですから受け身取れたんだけども、手首がすごい腫れて痛くなってしまったんで、このエッチさんって人はまあ神職でもあるし、普段は体を鍛えてて、スポーツなどをね、スポーツ全般、保険的なことを教えてる人なんで、エッチさんに、ちょっとこう手首腫れちゃったんだけどどうすればいいかなみたいなことを尋ねたらですね、エッチさんがなんと意外なことにですね、私知らないですよと嫌にそっけない態度を取られてしまったということなんですね。ね、エッチさん、まあ、安江さんをだから死と仰いでるわけなんで、そんなぶっきらぼうな言い方普段しないはずなんだけども、なぜか今回に限っては、安江さんが手首怪我して腫れちゃったと、手首が腫れちゃったという人は全く、そしらぬ、顔で知らんぷりと。そしたらですね、このメイクさんがやってきてですね、あ、そういえばツアーの、同行者で整体師の人がいるって言ってたから、その方を呼んできますよっていうふうに言ったんですよね。でその整体師は実はこの F さんなんです、ね。うん、だからもう安江さんは そんな、邪魔したね、ニック機 F なんかに見てたまるもんかっていうことで、いやいやもう大丈夫、呼ばなくて大丈夫、なんとか大丈夫だからって、いいよ、整体師の人呼ばなくていいよと、こんな時にこんな怪我してる時に、自分のハトホルの秘儀を邪魔した F なんかに見てもらうなんてもう絶対許さねえっていうか、もうそんなの気持ちが許さないということで、まあだからまあ拒否したわけです。拒否したというか、まあいいよということで、でまあ腕が腫れてると、まあそんな中で、ツアーを過ごすわけですよね。で、そうですね、まあ一晩経って、
で、ナイル川クルージングみたいなのもあって、いよいよだからそれが終わって、その翌日にもう日本に帰るということになるわけですよね。まあ、ちょっとここで、まあ、伏線的な話をするとですね、そのナイル川クルージングで、まあ、だから安江さんの気持ちとしてはもう沈んでるわけですね。ハトホルの秘技が失敗したと、ね、門弟たちにどんなことを言えばいいんだと、合わす顔がないよと、まあ、普通はだからエジプトに行ったらもう行っただけでね、帰ってきたらもうお土産話たっぷりなんだけれども、門弟たちの間でですね、安江さんと木村さんが一緒にピラミッドに行くんだから、これは絶対 UFO の大変態が来るよとかね、宇宙人がやってくるよと、宇宙人があの UFO のね、変態の一つがなんか降りてきて宇宙人が現れるとか、あのピラミッドがもう空中に飛ぶんじゃないかみたいな話で盛り上がってたそうなんで、何かそういう意味でのお土産話というかですね、何か成果を持って帰らないと、自分は負け犬なんだっていうふうに思ってるわけですよね。それもちょっとおかしな話ではあると思うんですけど、まあそういうふうな心情になっていたと。で、しかも手首痛いしと。でもですね、その、めいっ子さんとですね、一緒にそのナイトクルージングの時に甲板に出てですね、その、ナイル川を眺めてる時にですね、なぜか腕の痛みがね、なくなっていったということなんですよね。で、これもまあ伏線なんですよね。で、結局最終日が来ましたと。で、安江さんはまあね、F に怒り浸透だし ね、ハトホルの秘技をやれたと思って、自分はキリストになれるんだというふうになれるかもしれないという思いでやったハトホルの秘技が F によって邪魔されてと。で、手首も怪我して、まあ治ったんですけどね、治ったと。で、 UFO も、全然目撃もできないし、宇宙連合からのコンタクトもないと、宇宙人からのコンタクトもないと、これはもう自分は完全なる負け組だと思って、まあ、最後の夜を迎えるわけですね。そのエジプトでの最後の夜は、この3人は、別行動するわけですね。この木村達夫さんのグループと、まあ、愛さん、T さんっていうグループ、この2人のグループはですね、オプショナルツアーでなんか夜景巡りみたいなところに行くわけですけども、安江さんとエチさんとメイクさん、まあ、安江さんがお酒飲みたいということで、まあ、ホテルの、レストランでお酒を飲むと。で、一晩経ちましたと。そしたら朝6、そうです、一晩経ったわけです。だからもういよいよ帰るっていう日。その時にですね、朝6時にですね、木村達夫さんから突然電話がかかってくるわけですよ、ね。なんだろうと思う。はい。で、木村ですよって。あ、木村さんどうしたんですかって。実はね、ピラミッド、一緒にピラミッドの王の間に入った女性2人がいて、その、ね、そのうちの1人がね、昨日のその別のオプショナルツアーで一緒に、この木村達夫さん以下6人プラス、まあ、愛さん、T さん、まあ他の人たちもいたんだろうけども、オプショナルツアーに行った時に、ね、この愛さんからですね、木村達夫さん話しかけられて、実はなんか衝撃的なことを聞いたんだと。と安江さん驚くわけですね。で、この愛さんね、この愛さんですね、この愛さんが実は君に、安江君に話どうしても話したいということがね、実はあるんだよと。だから今日朝食の時にちょっと一緒に話を聞いてもらえないかと。わかりましたと、ね、安江さん全くなんだかわかんないわけですね。ただ木村達夫さんの、まあ、口ぶりからですね、なんかとてつもないことが、とんでもないことが、話されそうな予感がするわけですね。まあ、安江さんとしてはですね、まあ、昨日写真撮ってあげた人、ね、でその時に写真撮って渡す時に自分が転げて、手首打ったんで、カメラが壊れたって文句言われるんじゃないかぐらいのことしか思い浮かばないということなんですけども、ただで木村達夫さんがね、ただもう一つね、いつもこの3人でね、エッチさんとメイクさんと安江邦さんでご飯食べてんだけど、エッチさんはちょっと別にしてほしいんだよと。エッチさんはその話の中に加わんないでほしいと。と安江さんも驚くんですけども、実はこれには深い理由があるんで、安江くんとめいっ子さんとで、愛さん T さんでお話ししてくれっていうことを言われたんですね。まあ、なんだかわけわからずに安江さんは、朝食の時にね、この2人にね会うわけですね。で、昨日写真撮ってきた2人で、この T さんの方は、私スピリチュアルな話には興味ないんでっていうことで、バイキングだったんで、とっととね、席を立ってしまった。
まあ、だからスピリチュアルな話がこれから始まるわけですね。まあ、スピリチュアルな話、昔、ね、テレビ朝日で、江原正宏さんと、三輪明宏さんがオーラの泉っていう番組やってましたけど、まさしくこれから語られる内容はそのような話そのものが、語られるわけなんですけどね。で、実はこの愛さんっていう人はですね、もともとですね、誰か自分じゃない、人の声が聞こえるというね、特殊な能力を持っていたわけですね。で、1995年の阪神・淡路大震災の時にも、この人は神戸に住んでて直撃を食らったわけですね、大地震のね。で、親戚の人や、知り合いの人も多くの方が亡くなったそうなんですけども、その時以来そのまたその何か別の人の声、だから神、まあ、一応この時、このその声の主を一応神ということに しとくとですね、神様の声がさらに聞こえるようになったわけですね。で、アイさん普通に働いてたんですけども、激務のために体を壊してですね、それ以来ですね、働く女性のためのスピリチュアルカウンセリングの、仕事を行うようになってきた。で、神様の声も、バンバが聞こえるようになってきましたと。で、その時、その時というか、まあ、そしてですね、その神様がですね、まあ、2012年ですけども、今年中にエジプトのピラミッドに行きなさいというね、指令が下されたそうなんですね。驚いた。でも驚いたけど、まあ、神様がそう言ってるんで、まあ、そういう声が聞こえたんで、ツアーを探したところ、まあ、こちらのね、ツアーに参加することになった。で、じゃあ愛さん、じゃあ自分がエジプトに行く目的は何だろう、ピラミッドに行く目的は何だろうと。そしたらば、やはりその、これはお告げだったのかな、自分の直感で分かったのかな、ちょっとそれはちょっと、定かではないんですけれども、愛さん、じゃあ自分がエジプトに行く意義は、まあ、神様が知らせられたのかと思うんですけども、王の間に入って、あるマントラ、神言を唱えると、マントラを唱えると、自分のスピリチュアルな能力がさらに上がるということで、アイスさんもですね、ピラミッドの王の間で何かやるということになった。何かやるというか、まあ、この場合は神言を唱えるということなんですけど、神言を唱えるという目的で行ったわけですよね。で、王の間に入りましたと。で、入ってる人たちは、結局この10人ね、とこの2人と。で、愛さんはですね、ちょっと一人っきりになるの、ギリギリまで粘って、一人っきりになるのを粘って、そのね、一人っきりになった王の空間の間で、マントラを唱えようと思っていたところですね。なんと一人の、人だけがですね、しつこく居残って、ヘラヘラ笑いながら、しつこく居残って、まるで愛さんの、そのね、マントラを唱えるというね、作業を妨害するかのように、なかなか出ていかない人物がいたらしいんですね。結局だから、時間切れで、愛さんは一人でマントラを唱えることができなくなってしまった。で、その、一人ヘラヘラ残ってた人物がこの F だと。いうことで、図ならずも安江邦夫さんだけじゃなくて、この目的を持ってきた愛さんの、ね、そういうことまでも妨害してしまっていたと。で、愛さんも怒り心頭に達したわけですね。もうこの、ね、F という、まあ、F って名前は知らないんだけども、この男のせいで、自分は目的を成就することができなかったと怒り心頭になっていた時に、その神の声を聞いたらしいんですよね。怒るなと、ね、お前ね、アイスさんのね、目的は、成就されたんだと、うん、これでお前のスピリチュアル能力は上がるよと、ね、そんな親切に言ってくださる神様がついてくださるっていうのは本当に羨ましいですよね。そんないちいちね、指示してくれるので、その指示はさらに続くんですね。で、神様が言うにはですね、実はもう一人ね、お前と同じような目的を持った、人物がその中にいたと。で、その中の、それを行った、ね、人物も、実はその失敗したと思って怒り心頭になっているんだけれども、それは誤解で、ちゃんとそれは成就されたよと、うん。そのことを伝えなさいって神様が愛さんに言ったっていうんですよね。うん、で、それを聞いてるわけですよ。と。成就したのか、うん。というか、そんなこと誰にも話してないのに、全くそのね、その安江さんのね、その全ての状況を語ってしまっているわけですよね。うん、で、それに驚いてると。うん、
で、実はその神様からの、報告がですね、まだあってですね、その男はね、こんなことができるように実はなったんだよということなんで、ちょっと書きましょうかね。このもう関係ないところは消すんですけども、そのこのね、愛さんが言う、愛さんに、ついている、ついているって言っていいのか分かんないですけど、愛さんに語りかけている神が言うことにはですね、このね、失敗したと思ったこの安江邦夫さんは、実はある能力を得ることができるようになったと神様が言ってるわけですね。いつでもですね、望めば、高次元で王の間に繋ぐことができると。こんな能力を授かったと、愛さんを通じて、神様は、言ったそうですね。高次元でね、何ですかね、この高次元、ね、N 次元空間、まあいいですけれども、で安江さんはね、驚くわけです。でも驚くんだけども、一体何なんだと、これができたからって何なのかと。で、安江さんが実は望んでたことは、キリストとして覚醒すること。キリストとして覚醒したらどういうことができるかって言ったら、キリストと同じように死人をよみがえらせたり、湖の上を 歩いたり、病気の人を、癒すようになったりとか、そういう、キリストが持っていた能力を、使えるようになるということを、期待してたと言うんだけど、こんなわけのわかんないことじゃなんか意味ないんじゃないかみたいな風になんか思ってしまった、でもこっからまた愛さんはね、語り始めるわけですね。じゃあなんで私たちはこの王の間にいたのかと、居合わせたのかということなんですけども、実はこれも前世の、ね、つながりがあるんですよと。でまた愛さん曰くですね、実はその一番ね、私この愛さんと安江さんの、前世のつながりとしてはですね、その、シリウス星系の、5000人規模の、大 UFO の中っていう、またシリウスが出てきた。これで3人目ですね、このね、全く安江さんそんな話してないのにシリウスの話が出てきた。これ3回目ですね。最初ね、そういう話を持ってきた女性、巫女様、80歳を超える、八卦神道の巫女様で、この愛さん全く独立に、このシリウスと話が出てきた。でも今回はシリウスじゃなくてですね、その前世の話はですね、6000年前のエジプトだって言うんですよ。ね、ハフリの神事が、執り行われてた時代ですね。こことも繋がってきたわけですね。のエジプトの神官だったっていうんですね。安江さんが実は神官の、グループ、神官のリーダーだったっていうんですよ。その6000年前のエジプトにおいて。で、実は私はその安江さんのもとで、私はって愛さんですね。安江さんのもとで働く、あの神官の一人で、女性神官だったと。で、実は T さんという人も実は仲良くなかったらしいですよ、そんなに。ただ単にネイルサロンに、同じネイルサロンに行っていた、お客同士という仲だったんですけれども、そのエジプト旅行、愛さんがね、神様の命令によって行きなさいと言われた時に、いろいろ誘った人は断られた時に、あ、この T さんを誘おうというふうになぜか思ったんで、連れてって。誘ってみたら、私行くわということで、そんな親しくもないんだけど T さんについてきた。でもよく考えてみたら、 T さんの魂っていうのは6000年前の、6000年のって書いてあるけど、6000年前のですね、6000年前のエジプトの、やはり安江邦夫さんの元で働いている女性の、神官でしたよと。で、姪っ子さんもそうなんですよと。シリウスの時も部下だったけども、6000年前のエジプトの部下だって。でですね、その部下が5人いるっていうんですよ。で、その前に、ですね、この安江さんはその当時どういう役割を持っていたかというとですね、まあ、右脳がですね、非常に発達していて、そのスピリチュアルな感性がものすごかったと。で、実はこの6000年前のエジプトに、木村達夫さんも同じように神官のリーダーとしていたんですけど、この人は、左の左脳ですね。左脳で論理的に考える力がものすごくて、
実はこの木村さんの下で A さん、B さん、C さん、D さん、E さんというのが6000年前に木村達夫さんの下で働いていたと。なんと、参加者 F さんと H さんを除いて全員その6000年前の魂の、起源を持っていると。で、じゃあ H さん関係ないのか。いや違うんですよ。 H さん今根性では男性ですけど、その6000年前においては非常に安江さんが、重宝する、安江さんの部下でしたと。で、じゃあこの邪魔しまくってた F さんは何かって言ったら、これもですね、この人も実は安江さんのグループに入ってたというか、安江さんの部下だったということなんですね。だからつまりこのエジプトに、来たメンバーっていうのは全員、まあ、このね、この集団の中においては6000年前に魂の起源を同じくしていた者同士だったというふうに言うんですよね。うん、で、だからその、木村達夫さんのグループでもキャンセル待ちでしてたのにキャンセルが通らなかった人、木村達夫さんの甥っ子さんなんかもそんな人で、だから全員がキャンセル待ちした結果キャンセルが出て行けたというわけじゃなくて、落ちた人もいた、落ちたというか行けなかった人もいっぱいいた。でも行けた人は偶然に行けたんじゃなくて、この I さんによると ABCDE さんは木村達夫さんのもとで、6000年前に、一緒に神官として働いていたし、 I さん、T さん、H さん、メイクさん、安江邦夫さん、F さんとね、このメンバーは、6000年前に安江邦夫さんのもとで、一緒に、神官としての役割を果たしていたと。で、この F さんなんでこんなことをするのか、その6000年前の、前世に因縁があってですね、実は安江邦夫さんはですね、この H さんを重宝し、めいっ子さんを重宝していたのに、この F さんはですね、自己アピールすごいするんだけど、まあそれが嫌だったのか、うん、この F さんっていうのは疎んじてたというか、避けてたわけですね。でも F さんはもう自己主張が激しいんで、私を見て私を見てってすごい猛アピールする。でも安江さんは全然それを見向きもしない。 H さん、めいっ子さんを、重宝し続けると。で、この I さんね、I さんはなんとかこの F さんを、安江さんに取り持とうとして頑張ってるけども、6000年前のエジプトではそれを成就させることなく、死んでしまったということなんで、で今回だから旅の目的はですね、6000年前のソウルメイトが集まったプラス、この F さんがこの邪魔してたんじゃなくてですね、安江さんにアピールしてたっていうんですよね。だからこの、前世の因縁であるこの安江さんのと F さんの仲を、なんとか調和させて仲直りさせるということだったんですね。で、それを知りましたと、安江さん。ああ、そういうことだったのか。でもね、でもこの本の中ではその後、F さんと、親しくなったよとか、その時のことを、謝罪するとか、なんかその直接的な話をしたとか何にも書いてないですね。一応もう、そういうことを愛さんから聞いたっていうことでこの話、ここで、の話は終わってますよね。まあ、とにかくそういうことが語られたわけですよね。なんと、全く偶然という要素が一つもなく、必然として選ばれました、選ばれたメンバーだったということを、この愛さんの、言葉から、安江さんは、理解することができたと、ね、とても信じられないお話ですね。でですね、木村達夫さんのグループこんなことも言ってるんですね。この、安江さんだから右脳派なんですって。で、木村達夫さんは左脳派で、この ABCDE って人はまあだからね、すごい理論的に物事を考えることができるんですけども、へりくつをこね回すことが意外なんていうふうに書かれてましたね。これね、それって悪口じゃないと、たとえそれ客観的な事実だとしても、この人たちはへりくつをこね回すことが生きがいなんていうのがすごく、いい印象ではないんですよ。だからまあね、この本を通じて、まあ、安江さんはね、なんかこんな風に、ね、女性に囲まれて、木村田さんは男性に囲まれて、なんかちょっと、まあ自分の本だからね、どう言おうがいいとは思うんですけども、まあそんな風なことが書かれてますねと
いうことですね。でですね、実は姪っ子さんの方にも、なんと、前夜愛さんからじゃなくて姪っ子さんが直接メッセージをもらったんです、ですけどそんなことも、書かれてますね。前夜ホテルで姪っ子さんが寝てる時に、エジプトに行ってる時は常に明かり、電灯をつけて寝てるそうなんですけれども、夜中の2時から、30分ぐらいなんか電気が消えたらしいんですよ。で他の人に聞いてみたら全然そんな停電なんかなかったよと、まあ起きてる人、ね、に聞いてみたら、でその時に電灯が消えてる時に、お前にヒーリングの能力を授けたっていう声を聞いたということなんです。でよく考えてみたら安江さん手首、ね、転んだ時に手首が腫れちゃって、そして、ね、痛くて、苦しんでたんだけども一緒にそのナイル川ツアーの時に、姪っ子さんと甲板に出た時にもう、手首が治っちゃったっていうのはこの、その姪っ子さんがヒーリングの、能力を授かったというねいうことの伏線の、回収であったということなんで、はい、でもう時間も36分になってしまいましたね。はい、どうも、そうですね、聞いていただきましてありがとうございました。さあだからいよいよこれで、一つのクライマックスではあったわけですね。でもまだ続きがあります。じゃあこの、安江さんがこのエジプト旅行で、授かった能力、いつでも望めば高次元で王の間につなぐことができるという能力が一体何なのかとね、それがいわゆる次元転移というものになっていくわけですね。この次元転移という必殺技、技がですね、安江さん使えるようになったというお話を、次回していきたいなというふうに思います。長い間聞いて、長い間じゃないですね、長いこと聞いていただきましてもう36分なんですけど、最後まで聞いていただいた方、長いこと聞いていただきましてありがとうございました。